皆さんどうもこんにちは、レッドです。自己紹介お願いします。リョータと申します。埼玉から来ました。僕もリョータです。まず、車のご説明をお願いします。これはフェアレディ Z32 という車でございまして、電気の2シーターティーバールーフ、形式は CZ32 ですね。ほう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 。はい、そしてリョータさんはですね、この Z すっごい愛着を持って乗ってます。どれくらい乗ってるんですかね。これ僕30なんですけど今、これは僕が21歳の時から乗ってるんで10年目になりますね。なぜこの車に乗ろうと思ったんですか。そうですね、やっぱり僕が高校生の時に Z33 がちょうど2002年デビューだったので、あの車、それとかやっぱり湾岸ミッドナイトの影響ですかね。あ、その時から。はい、そうですね、 Z っていう車全体が好きになりまして、じゃあ32が、気になり始めたっていう感じですかね。なるほど。はい、そして後ろのディフューザーかっこいいですね。はい、ありがとうございます。僕こういう GT な感じ大好きです。もちろんカーボンですよね。はい、カーボンですね。これは結構中古で安く手に入っちゃいました。カーボンかっこいい、俺もつけたい。おお、屋根が外れてますよ。内装の方もね、めちゃくちゃね凝ってます。メーターいっぱいありますね。はい、メーターはですね、デフィの旧規格のものがほぼ全部ついております。7つ。おお、かっこいい。この内装がですね、運転席側を意識してなんかコックピットみたいな感じに作ってるのがかっこいいですよね。そうですね、 Z32 とか同世代の R32 もそうなんですけども、特にこのエアコンパネルなんかがこの場所にあるっていうのがもう独特の形状って感じですよね。普通こっちにありますからね。はい、そしてね、リョータさん、はい、なんといっても一番皆さんに見てほしいものがあるんじゃないですか。そうですね、今まで隠していましたけども、何を皆さんに見せるんですか。はい、じゃあちょっといいですかね。さあ皆さん、見てびっくり玉手箱です。リョータさん、これはもしかして。はい、これは 1JZ です。出ました、 1JZ 乗せ替えです。VG からですね、 1J に乗せ替えることによってですね、軽量化、そして自動車税の節税、あと重量税も1500キロ切るので節税、あと部品供給の安定等、いろいろなメリットがあります。このエンジンを乗せ替えで苦労したことはありますか。苦労、まあ僕が手をかけたわけではないので特にないんですけども、納期がめっちゃくちゃかかりましたね。やっぱりどれくらい納期がかかりました。11ヶ月。11ヶ月。はい、10年の間の11ヶ月取られてるじゃないですか。そうですね、まあでもそういうもんじゃないですかね。あ、奥が深いんですね。この破けてるところはですね、この間どういうことかネズミにかじられまして、なんでこんなところに入ってくるのか。これネズミ犯人確定ですか。他にもう思い当たるものがないのでネズミも嫉妬しちゃうぐらいのハイパワー。あ、うまいことうまくとてもね、愛情のこもった Z なので、もっと長く乗ってほしいですね。はい、ぜひそうしたいと思います。もう壊れるまで乗る予定ですか。そうですね、僕がぶっ壊れるかどっちが先かみたいな。なるほど、比べっこですね。はい、コン比べです。コン比べ。それではリョータさん、レッカーエンジョイ